Global Just Recovery Gathering. So, hello and welcome. はい、ではこんにちは。グローバルジャストリカバリーギャザリングの最初のパネルへようこそ。この記念すべきイベントのキックオフにふさわしいタイトルがすべての人にジャストリカバリーです。私はアギーホールと申します。今日はこのような素晴らしい世界的な思想家の方々とお話しできることを大変光栄に思います。ご参加いただきありがとうございます。本題に入る前に名誉あるパネリストの皆さんを紹介したいと思います。まずはケニアからハキム・アバスさんです。アウィと開発における女性の権利協会の共同事務局長です。アウィドは世界的なフェミニスト運動の団体です。グローバルブラックフェミニストファンドのリーダーの一人でもあります。またニューヨークからアミタフ・ゴーシュさんに参加いただいています。2つの障害功労賞と4つの名誉博士号を持つ重賞歴のある作家で、控えめに言って本当にすごい方です。2019年にフォーリンポリシー誌では過去10年間の最も重要なグローバル思想家の一人に選ばれています。そしてカナダからナオミ・クラインが参加しています。紹介するまでもないと思いますが、受賞歴のあるジャーナリストであり、ニューヨークタイム誌のベストセラー作家でもあるということだけをお伝えしておきます。そしてイギリスからドミニク・パーマーさんが参加してくれています。フライデイズ・フォー・フューチャー・インターナショナルのオーガナイザーで、クライメートライブの立ち上げコーディネートを務めています。彼女の活動はフォーブス氏の英国を代表する環境活動家100人にも選ばれています。今日この日このために集まってくださった皆さん、本当にありがとうございます。350チームからこのパネルのモデレーターを依頼された時、本当に喜びました。すごく名誉なことです。さて本題に、ジャストレカバリーの話に入りたいと思います。この1年は本当に世界の人々にとって本当に大変な1年でした。致死性のウイルスに直面し、私たちは家に閉じこもるしかありませんでした。以前のように運動をしたり組織をすることができず、多くの人が愛する人に会うことすらできませんでした。なので本日はこのコロナの危機をするだけではなく、この機会を使って健康、経済、そして気候の危機など全ての総合にリンクしている危機を包括した再建について考えるために、公正な再建とはどのようなものを議論したいと思います。では早速始めましょう。ナオミさん、私はちょうどあの本の How to Change Everything、全てを変えるための方法を読んだところですが、この本は若者が気候変動に対するどのような行動を起こせるかについての本当に素晴らしい本です。このパンデミックというのが発生している今、運動がやるべきこととか政府の要請がどのように変化したのについて教えてください。まず最初にこの素晴らしいパネルに参加できることを本当に嬉しく思います。本当に素晴らしい思想家、行動をする方々の話を聞くことを本当に楽しみです。これ本当に大きな質問です。この質問に対する私の心は、 SF 作家であるキム・スタンリー・ロビンソンがパンデミックの初期に書いた言葉にあると思います。それは、私たちは今あんまりにも台本から離れているので、まるで一緒に SF 小説を書いているような感覚があるというものでした。このことは本当に希望に満ちた解放感をもたらしてくれるものだと思います。物事があっという間に変わってしまったという意味では、これは私たちが望んでいた方法ではないかもしれないんだけれども、今この地球上にいる私たちはみんな急速な変化を体で体験をしています。そして私たちが知っているように、私たちがこの連動した交差するインターセクションのある危機に対する変化を求めているときに、私たちが直面している最大の問題は、5年前に直面していたものだと全然違うものです。当時は技術的な修正で解決ができるとか、単なる悲観論だ、できない、大きすぎる、世界経済の動きが早すぎる、不可能だっていうような論調でした。なので、今こそですね、私たちができることは、物事がいかに早く変化したかという経験を持ち続けることだと思います。
すべてが私たちの望むような変化だったとは言いませんが、私たちは社会や個人の生活の中で大きな変化を目の当たりにしました。ではこれからどのような変化を起こしていけばいいのでしょうか。景気刺激策や大規模なアクションが必要なのは明らかです。これは現在多くの新自由主義経済学者にも認識されていることです。では、これからどういうものなのか。コロナというのは、もう壊れてしまっているものをすべて見せてくれるようなすごい診断ツールだと私は思います。排除されているすべての人、コロナ以前にあった不正や不平等がコロナによって悪化したのです。コロナの前に使い捨てにされた人たちは、コロナの間でも犠牲にされていました。公正な再建とは、これを癒す、治すことです。これはコロナが明らかにしたこと、そしてそれらが私たちにどのようなメッセージを送ったのかということから始まります。そうですね、この数年、本当に急激な変化を目の当たりにしてきたという指摘は全くその通りだと思います。私たちは大規模な変化を体験しましたが、物事は今後も急速に変化していく可能性があるということもしています。本当にありがとうございます。そして本日はドミニークさんにもお越しいただいているんですが、若者としてどのような変化が求められているのかを考えているのか、ぜひお聞きしたいと思います。以前健康ですとか経済、そして気候の危機が相互に関連し合うことで若者が特に影響を受けているということをおっしゃってたと思うんですけれども、世界はどのように起きているのか、そして若者を支援するために何が必要でしょうか。まずこのような素晴らしい方々のパネルに参加できることを本当に嬉しく思います。若者としてこの危機の中で、私たち、そして私たちの未来を支えるために必要なことはたくさんあります。特に世界中の若者が含む、特定のコミュニティにとっては、危機が総合に関連した問題を引き起こしていることが分かります。危機が悪化すればするほど、私たちの世代にとっての脅威も増していきます。例えば健康などの総合に関連する問題に関しては、例えば私はロンドンで最も汚染された地域の一つに住んで育ちましたが、そこで本当に不平等は本当に明らかです。特にイギリス全体では、こうした最も汚染された地域に住んでいる人が有色人種のコミュニティであるという傾向があります。私たちが呼吸している空気やそのものが脅かされており、この危機によって私たちの世代、そして次の世代がさらに悪化することになるでしょう。大気汚染は健康を大きな影響を与える要因の一つであり、この危機は相互に関連しています。私たちの命、水、生活を脅かすものであり、社会から阻害されている人々や貧困層など、すでに不平等で影響を受けているコミュニティがすでにあります。そしてこの危機は災害という形でも被害をもたらすことが分かっています。その結果、気候難民が発生し、人々が脆弱な状況に置かれることになります。気候変動が続けば、ウイルスの発生頻度も増加します。気候危機に対しての行動をちゃんと取らなければ、このような相互に関連したさまざまな問題が悪化してしまいます。そしてあまり語られることもないんですけれど、メンタルヘルスへの影響も大きいです。この脅威、心理的に大きな影響を与えるのは当然のことで、その一つは今日も多くの若者が直面しているエコ不安、エコアンゼイエティです。社会経済、そして正義の観点から見ると、労働者、そして阻害されたコミュニティが取り残され、最も脆弱な立場に置かれてしまう危険性があります。だからこそ、人々、そして地球を守るための公正な移行が必要なのです。私たちは若者として気候と環境の正義を盛り込んだ具体的な気候行動計画を求めています。私の世代、そして次の世代が守れる未来というのは、真の環境正義を中心に捉えたものだと思います。そのためには、すべての人がきれいな空気や水、食料の供給など、健全な環境を手に入れる権利を持つ必要があります。つまり、解決策には公平性が求められるのです。公平性がなければ、強固な基盤を築くことはできません。だからこそ、政策は危機の総合に関連した側面に対処し、社会的、経済的不平等を解消することを目指す気候正義に基づいたものでなければなりません。未来のために私たちを守り、阻害されたコミュニティや労働者を守り、人々や自然界の幸福を中心に捉えた方法で脱炭素化を進め、利益のために無限の生態系破壊を止める必要があります。そして若者も意思決定に加わり、参加できるようにする必要があります。
その中で気候破壊に最も責任がある人々に気候変動の賠償を行い、不当な扱いを受けた人々の支援する必要があります。例えば、政府や企業が破壊的な責任、破壊する責任を問われ、責任ない法律を作ることも重要です。先住民コミュニティの権利が保護され、習慣的な尊重されなければなりません。それが生物多様性の保護につながります。そしてやはりこの環境危機の現実を伝える教育も必要だと思います。これはイギリスで私たちは力を入れています。Young people, we need, of course, people from marginalized and frontline communities. And we need to have a really inclusive climate movement that puts compelling solutions on the table. Amitav, I wanted to turn to you and say, I think one of the things that we actually struggle with, or we can struggle with, is when we're painting, trying to paint a clear picture of an alternative world, so something different to the one that we live in now.It's hard to really capture public imagination in that truly inclusive and broad brush way as something we can work towards together. And I just wanted to ask you, as a renowned author and an amazing writer, do you have any thoughts or tips for people watching today on how we could best visualize and communicate what a just recovery could look like, and what that world could look like, and, you know, what our pathway to that world could be?Well, let me say, first of all, what a pleasure it is to be on this panel with all of you. I mean, it's just so interesting to listen, just listening to what you're saying. And I think it's so important, everything that Dominique said, you know. You know, I think imagining an alternative is very difficult in many ways, simply because, as Naomi pointed out, there have been, we seem to be sort of trapped within this kind of acceleration. But two things I would want to say there. You know, one of the lessons of this time is that activism works. If you think about it, Bolsonaro has done and is doing everything possible to undo, really to turn the Amazon into a kind of new Midwest, just filled with monocultures and, cattle farming and so on. And yet he hasn't been able to do that, you know, partly because Brazil has a good regulatory structure left in place since the 80s by various left-wing governments, and because there are a lot of Brazilian activists. Similarly, in the US, Trump tried to undo a lot of regulation, and he wasn't actually able to. 350.org has actually played a large part in this, you know, by preventing companies and investors from getting into the opportunities that Trump was trying to open up for them. So I think those are important. そしてそういった意味では本当に重要な教訓だと思います。私たちが覚えなければいけないことだと思います。しかし重要なのは、やはり私たちがやらなければいけないということは、やはり代替案を想像することです。違う生き方を想像することです。それが私たちが問われている挑戦です。でその意味で、ここ8年、10年ぐらいの動きは、本当にすごく、インスパイアされるようなものが多かったと思います。その意味で、それは本当に若者のおかげだと思います。例えばそのオキュパイの現場を訪問するということは本当にすごく大きなインスピレーションになると思います。オキュパイの運動でやろうとしていたことは本当に新しい生き方、もっと小屋に住んで食事を共にして新しいことを、その新しいようなことを作るという生活だったと思います。で、DAPL の運動、私自身は訪問することはなかったんです。ナオミさんは専門、よく行かれたと思うんですけれども、その中で本当に違う生き方を見せるということだったと思います。それは従来の抗議活動だけではなくて、新しい生き方を見せるということだったと思います。例えば XR の運動でも同じようにそのパフォーマンスを通して違う生活を見せていくということになっていると思います。やはり違う生き方を想像するということですね。本当に面白いですね。それは非常に重要なことだと思います。そして私たちが、そのジャストリカブリーがどういうものなのか、新しい世界はどういうものなのか、活動そのもの、運動そのものはすごく、インスピレーション
あふれるものです。で、それ世界中で起きているということです。さまざまな問題でのアクションも必要です。そのジャストリカバリーのためには、すべての意味の正義が必要ですし、あらゆる行動も必要です。この間誰かが言ってたと思うんですけれども、私たちはその新しい正義を導入するような取り組みも必要だという話がありました。それは本当に想像力が必要になるものですが、では次、ハキマさんにお願いしたいと思うんですけれども、このようなまあ違う種類の正義を考えるときにですね、もちろん一つの重要なことは女性の権利、そしてジェンダー正義ということだと思いますが、この女性の権利というのはコロナの中で押しや、まあ、やられたのか、または向上させられたのか、そしてその女性の権利をこのジャストリカバリーのキャンペーンの中で位置づけをどういうふうに考えるのかです。マギーさん、ご質問ありがとうございます。最初はこの、まあ、運動で土地そして領土を守ろうとしている中で殺されてしまった女性の名前を読み上げるところから始めたいと思います。というのはこの戦いというのは抽象的な話や戦いではなくて本当に、まあ、命を懸けた戦いをしている人たちがいる、女性たちがいる、そして特に黒人、先住民、女性、そしてクエアや労働者です。そしてジャストリカバリーというのは本当に深く生産をする必要があります。やはりまあパンデミックからの取り戻すということだけではなくて、まあやはりこの富を奪ったようなその 1% がその富を破ったというところからあります。やはりその家父長制からどういうふうに守るのか、そのようなことも重要です。なので私にとっての公正な再建というのは女性をの連帯のネットワークというのはお互いが相互扶助になるようなシステムを使って、このような女性は我々が解決策というふうに思っています。常に革新的なアグロエコロジーを使用して地球を危機から救う、協業的農業からもの危機からも自分たちを救おうとしています。なので、この再建という部分での女性の役割というのは、フェミニストな経済的な再建というものを考えております。本当に世界中の女性、貧困にやっている女性やトランスジェンダーノンバイナリーの女性が影響を受けています。なのでこの政治的主観性を移動させて公正な再建を求めるということが大事になってくると思います。このケアというものがこの問題の中心であるべき、社会の中心であるべきであります。それがいかに私たちの社会がそれケアに強く依存しているか、パンデミックの中で女性にそのケアワークが負担が増えたというのも著しかったと思います。なので経済というのはケアが中心にあれば生産ではなく、また違う経済のロジックというのが生まれていき、本当に進化が生まれると思います。そのためフェミニストな経済的再建というのは公衆なパブリックケアの制度であったり、我々の無賃労働によって生み出されたコミュニティ全体の富を考え直すことが求められます。そしてより多くの意識がこの性別ジェンダーによるインパクトというのについての意識が高められる必要があります。例えばですが、この債務の免除というものです。私はアフリカに住んでアフリカ出身ですが、とてつもない借金を抱えている国で、それによって国自体が公共サービスを提供することが現実的ではないということで、これが不釣り合いな影響を女性に与えてしまっています。そのため債務の免除であったりタックスジャスティスであったり、ドミニクさんが言ったようにこう経済の仕組み自体を変えていく必要があります。ありがとうございます、ハキマさん。そうですね、このケアが中心化するべき、生産よりケアを中心に置くべきというのがすごい良かったです。本当に重要なもので、もっとそれを見ていきたいと思います。今解決策のところを話してきましたが、
本当に皆さんのお考えを聞けてよかったです。少し話を変えてみまして、本物の解決策だけではなく、今度はその偽りの解決策というものについて聞きたいです。私にとって誤報というのはすごく深いレベルで違和感を感じさせるもので、私の空いてる時間にはそういった誤った情報のが出回ることを、に立ち向かっていますが、本当に偽りの解決策というのはたくさん歌われています。このグリーンウォッシュであったり偽りの解決策というのはどういう危機をもたらすのでしょうか。そうですね、まあ、これはもちろん、まあ、脅威ではありますし、今までもそうだったんですけれども、私たちに対するチャレンジ、挑戦のように考えたいと思います。私たちの運動が野心的で、必要なだけスペースを確保しない、我々の解決策を提示しない、そして人々とつながり、まあ、アンビタブさんが言ったように、まあ、ミニチュアを作ったりすることができないときに、それらがより大きな脅威になってしまいます。でそれは、まあ、例えばその抗議の活動のためのキャンプよりも大きなものとして実現していく必要があります。都市や地域、コミュニティなどで人々が公正な意向とは、気候危機への対応がよりいいものになるだけではないという事実を実感できるようにしていかなければならないのです。公正な意向とは、まあ、やはり気候危機への対応が SF 映画で見たような、まあ、終末論的な破壊の未来よりもいいものになるということだけではないです。もっともっといい未来になります。まあ、例えば日常生活を目に見える形で改善をするということです。無料の公共の交通機関、グリーンな美しいコミュニティベースの高級住宅、コモンズのモデルにした手頃な価格の住宅などです。なぜなら私たちは長い間化石燃料産業からこの言葉に対抗してきたからです。まあ、気候変動問題に取り組めば、あなたは仕事を失ってしまう、最悪の人生を送ってしまうことになるよと人々は言われてきました。だからこそ私たちは人々とそのような経験を与える必要があります。今はその危機、まあ、機会になっていると思います。もし失敗すれば、プラネットハッカーやビル・ゲイツのモデルのようなテクノソリューションが人々の恐怖やパニックに入り込み、我々は魔法の弾丸を持っているというようなことになります。しかし私は対応をハックすることが、コミュニティやエネルギー、民主主義、高級住宅よりも魅力的な解決策だと思わないんですね。解決策としては、まあ、例えば若い人たち、先住民に土地を返すような、まあ、木をたくさん売ったり植えたりですとか、もう本当に今よりも美しい未来である、本当に現在よりもいいものだと信じています。なのでこのような脅威はもちろん実際に存在するんだけれども、彼らは私たちの失敗や野心のなさからエネルギーを得ているように感じます。なぜなら彼らが提案しているようなことは、少しでも先見性のある人であれば、まあ、悲惨で恐ろしいものだと分かるはずです。本当に対応を暗くするとか、もう本当にありえないビジョンですよね。なのでハキマさんが言ったように、ケアワークの重要性がようやく認識されてきた今、まあ、それが低炭素型の仕事であるということがとっても重要なことだと思います。まあ、グリーンジョブとは単に、まあ、ソーラーパネルを設置する人のことだけではないんですね。消費者の高い要求に応えるために、いわゆるグリーンな資源からエネルギーを調達することだけではないんです。それは私たちがさまざまなものに価値を置き、さまざまな生き方をして、より潜在的な幸せで美しい生活をしていくということです。今のシステムは人々を幸せにしていないんですね。ドミニクさんのメンタルヘルスの話がまさにそうだったと思います。コロナの間に、まあ、何が恋しくなったのか、何が不要になったのかがまだ鮮明に記憶されているこの瞬間に、まあ、この通常ノーマルが戻ってきたとしても、この記憶を忘れるわけにはいかないですよね。なぜなら人々は、まあ、例えば買い物が恋しくなったというわけではないですね。それよりもお互いに会いたかったし、集まったり話したり、一緒にお祝いしたりしたかったんですよね。私たちを話している未来は、私たちが最も欲しかった、恋しくなった多くのものを実際に人々に与えてくれるということです。なのでこのノーマルという名の暴走列車が私たちの生活に戻ってくる前の、正直言うと本当に短い時間しかないような気がします。
本当に私たちがコロナから学んだこと、この1年の難しかったことを覚えるということですね。そうですね、このノーマルの電車が押しかけてきている、もうそれがすぐに実現してしまう可能性が高いということですね。しかし、まあ、中途半端な妥協ですとか解決策についての懸念も話してくださったように思います。私たち本当にそれ望んでるの？いや違います。次、アミタブさん、欧米では科学者の専門的な意見と呼んでいるものに頼るようになったと以前話していると思います。その結果、欧米はビジネスに適した持続可能な開発に、まあ、規模を託してしまっていると思うんですが、まあ、多くの誤った解決策が含まれていると思います。同じ質問ですが、このような間違った解決策は気候変動の運動ですとか、まあ、どのような問題だと思いますか？そうですね、まあ、この気候変動に関する議論がこのような狭い範囲で行われていることが本当に問題だと考えています、まあ、つまり気候変動について書かれているものはほとんど全てが欧米のアカデミーやシンクタンクから出ています。これらはまあ本当に気候変動運動にとって大きな問題だと思います。インドですとかアジア、アフリカの声が本当に少ないです。ちゃんと聞かれていません。本当にこれはすごく危機的なことだと思います。例えば水を汲むために5マイルも、さらに10マイルも歩かなければならない女性の声が、なぜもっとはっきりと聞こえないでしょうか？なぜそれがさまざまな数字ですとか方程式だけで表現されてしまうのか？まあ議論全体が専門家の空気に包まれるようになったことが実際には、まあ、非常に威圧的な効果をもたらして人々を遠ざけ、若者を遠ざけ、そのような専門家にアクセスができない多くの人々を議論全体から遠ざけているのだと思います。ですから他の声や草の根的な視点を取り入れるためにこの議論を広げることが非常に重要なことだと感じています。本当に草の根の声視点が最も大事です。もちろん結局のところアジアやアフリカの農民や漁師たちは気候が悲惨な形で変化していることをずっと前から知っています。適応できた人もいるでしょうが彼らにとって、まあ、驚きではないですよね。ですからこのような声を議論の場に再び取り入れることは非常に重要です。なぜならこのような議論、まあ、全体が政府にとって各国の政府にとって無視されやすい理由の一つは、まあ、他に多くの人々を動員ができていないということです。しかしそれでも例えば間違った解決策ではインドが一つのいい例だと思います。常にグリーンウォッシュが行われています。なんというかもう本当にインドの政府はグリーンウォッシュのレトリックを滝のように流していますが、それと同時に最も卑怯な方法で規制の構造を解体してしまっています。少なくとも以前の政府にはまあ常識がまだあり、海岸から例えば100メートル以内に建物を建てることを許可していなかったんだけれども、今の政府が少しずつ、しかし着実にそれを崩っています。私が信じられないことは、政府や国連、インドの政府は国連などの海外の、まあ、国外の機関から賞賛を受けているということです。そして、まあ、彼らが皆さんもご存知だと思いますが、ディッシャラビのような若い気候変動活動家を逮捕もしてしまっているんですね。なので私たちはこのグリーンウォッシュが本当に危険であるということを心に留めておく必要があります。そうですね。それについてドミニクさんももし補足があればどうぞ。今の話をベースに話したいと思いますが、解決策は常に存在をしているということです。そしてグローバルサウスに住む私たちはその解決策の多くを持っているということです。例えば西アフリカの女性の農民の話もしたんだけれども、皆様マーガレット・サッチャーのティーナ、資本主義に変わるものはないなどという言葉を覚えていると思います。しかし私が住んでいるアフリカでは都市部での仕事の8割がインフォーマル経済と呼ばれるものです。9割の女性がこのインフォーマル経済に依存していますが、
私たちはこれを人々の経済と呼んでいます。これはまあ支配的な経済ではなくて、それを支えているのはとんでもない額のお金や富を稼いでいる一部の人々です。このまあ灰色の植民地の IMF が押し付けた全ての民営化してマネタイズするような経済を保持しているまでです。しかし、まあ、このほぼ全ての人がトレーダーであり、別の市場、別の経済に何らかの形で関わっているという話になったときに、本当に代替手段がないと言えるでしょうか。私たちはこの代替手段をすでに使っています。そうしなければ支配的な経済を生き延びることができないからです。人々の経済には独自のロジックもあります。そのロジックは関係するコミュニティの社会的、文化的、政治的なロジックに近づけるものです。それは必ずしも開放的なものではないんだけれども、まあ、そのような経済では、まあ、相互扶助ですとか、まあ、どういうふうにお互い連帯、協力などの方法を、まあ、それで花を咲かせることができる重要な種があります。新自由主義資本主義の必然性と透明性の神話を打ち破るためには、このティナの、まあ、民主層を行う必要があるのではないかというふうに考えています。で、先ほどアミタブさんが話したんだけれども、コアの文化活動家、カルチャーワーカーは私たちの現実を歴史に書き記し、自由に実践の、まあ、その夢を見続ける手助けをしていると思います。アメリカのアフリカ系文化人であるトニー・ケイド・バンバラという作家は、私の仕事は革命に抵抗ができないほど魅力的なものにするっていうふうに言っていたんだけれども、これこそが私たちの多くの文脈においてカルチャーワーカーを中心的な役割を果たしている現、まあ、理由だと思います。そうですね。アミタブさんが今言ったことについて付け足したいのですが、専門的な要素があると多くの人が排除されてしまいます。この制限的な部分があって、このムーブメントに参加できないのではないかと思わせてしまう部分があります。でも実際には全てのそういった人の視点を加えることが公正な再建につながるんですけど、それが止まってしまっています。ある人たちがこういう新しい視点を求めていない、それをそういった革新的な考え方を求めていない、変化を求めていないような人がいると言えると思います。なのでこのような草の根運動を作っていくことが本当に大事だと思います。特に解決策であったり公正な再建を考えるときに本当に重要です。こういった偽りの解決策というのはいつもすごく狭い、いわゆる西洋の枠の中で言われていますが、本当にこのような危機を生み出した状況と同じ考え方でそれを解決できると思うのは おかしいと思います。なのでこのようなグリーンウォッシュというのは本当にもう嘘そのものだと思います。人を欺いているので、これを乗り越えることは一つの大きなチャレンジだと思います。このように公正な再建を作り出すためには、人を動員して多くの人が関わって、多くの視点を持ってこの草の根運動を始めるということが重要になります。で、人を巻き込むためにはそのポテンシャルを求めて、人々は、ケアはしているけどそこまでまだ思いがないかもしれない、こういったグリーンウォッシュだったり嘘の部分を信じてしまっているところがあるかもしれない。そのためこのような運動であったり動員を考える際には、本当にそこを意識してこの制限的な要素を止めようとして、できるだけ多くの人が関わりやすいものにすることが本当に重要だと思います。このインクルーシブさがないとこの危機を乗り越えることはできません。このハードルを乗り越えないと今の現在のシステムを変えることができません。ありがとうございます。本当にすごく濃厚な話でした。偽りの解決策の部分で本当にもっともっと話したいです。お別れしたくないですが、時間が限られていて、あと少ししか時間が残っておりません。少しもう一つ聞きたいと思います。ここは簡単に答えていただければと思います。最後の質問ですが、このパンデミックというのは本当に世界中の人に多くの課題を、難しい状況を生み出しましたが、どのような希望のメッセージを今日ジャストリカバリーガザリングに参加している皆さんにお伝えしたいですか。ドミニクさんからいかがですか。
はい、私のメッセージ、皆さん見ている方に持ち帰ってほしいものは、今本当に難しい時期を今まで過ごしてきました。でも希望が あると思います。このパンデミックというのは社会のさまざまな仕組みであったり、すごく不平等な基盤を明るみにしたと思います。なのでより良い将来を生み出すためには一致団結して解放運動のようなものを起こして別の世界を実現することは可能である、行動を起こして一致団結すればそれが可能であるということ。人の力というのは本当に素晴らしいもので、このムーブメントというのは歴史的な出来事、過去にあったものだけではなく今も起きています。我々は人としてすごく大きな力を持っていて、それが一致団結するとより大きい力になって前進運動につながって大きなアクションにつながるというふうに思います。なので人として私たちはパワーを持っているということを覚えててください。そして今が行動を起こす時間です。私も一つ言わせていただきますと、希望に関して今すごく大きな敵、そして揺るぎない期限が迫ってきているにもかかわらず、全てが破壊的な方向に向かってしまう前に、今のような状況もそうですが、一つ覚えておいていただきたいことがあるのは、本当に全ては変わっています。私がこれが全てを変えるという本、2014年に出版された本ですが、その時にインターセクショナル、交差的で、下から上への変化的なプロセスで、それを資本主義や白人至上主義であったりこういったものに立ち向かって、危機に立ち向かえる、このグローバルサウスで行われているような活動、ボリビアであったりナイジェリア、エクアドルが気候負債であったり、この気候地球のための計画というものを、提案しましたが、その時には、米国の主流のところではあまりにも、飛んでいる、ものと言われました。フライディーズ・フォー・フューチャーであったり、サンライズ運動、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスやその仲間の議員たちのことを想像するような世の中ではなかったです。バーニー・サンダーズでさえ想像していませんでした。なのでそれを私たちも変化しているということを覚えておいてください。で、その変化は足りないかもしれません。スピード感的にはドメニクさんの世代のような人たちが、でもすごく明らかに、このようにサイロ化をすることを、こう区分化するようなことであったり、こういった談話があるときにその境界線を作ってしまうような世の中を認めないということをはっきり言ってくれています。この危機を起こしている根本的な原因であったり、その解決策を求めていることが明らかだと思います。そして私はハリウッドは間違っているというふうにここで言いたいです。いつも未来の映画とかを見る際に、全てが崩壊し始めて人が家から出てきてお互いの脳みそとかを食べ始めますよね。そういったゾンビ映画がたくさんありますが、パンデミックでは人々は家から出てきた時に、ロックダウンが数ヶ月続いた後にブラックライブズマターの抗議に参加したり、知らない人のために立ち上がりました。なので人間もこう描かれているほど悪いものではないのかなというふうに思います。なので希望があるかなというふうに思います。私も一つ加えたいことがありますが、特にハキマさんがおっしゃっていた部分に関してですが、パンデミックというのは希望が持てるようなものも明るめにしたかと思います。今まで問題としてあったのが考え方でしたね。いつも、この進歩というもの、ある国たちが進歩している国、そしてある国たちは遅れている国、でもこの、パンデミックが分かったことが、この遅れていると言われているような国が一番進んでいたということです。すごく良い状況にある国がアフリカやアジアにあります。セネガルであったりシエラリオネなどが、世界的に公衆衛生のリーダーであることが分かりました。そして、市民草の根運動によるアプローチを取ったから、そういうふうにいい、週末を迎えることができました。なのでこのような人たちが、気候危機の先駆者、気候危機解決の先駆者になると思います。私
たちみんなが今おっしゃってたこのプッシュ、普通に戻ってしまうこのような状況というのは、起こりますが、その抑圧されないように私たちも常に動き続けないといけません。若者であったり女性、トランスジェンダー、ノンバイナリーの方々は世界各地、ベネズエラ、ジャパ、チアパス、ジャクソン、ジンバブエなどから来ています。ジュン・ジョーダンさんなどが言ったように、我々は無力ではなく、我々は必要不可欠な人たちであり、この国と国のことがコントロールできなくてもことを荒立てることができるかと思います。ありがとうございます。そうですね、このコントロールができなくてもことを荒立てることができるというアイデアがすごく好きでした。いいですね。皆さんも常にことを荒立て続けてください。本当にありがとうございました。パネリストの皆さん、本当に興味深い会話が今日できたと思います。本当に楽しむことができまして、視聴者の皆さんも楽しめたことをかと思います。本日ご参加いただいている皆さん、この数日間のこのイベントを楽しんでいただければと思います。健康を気をつけてください。本当に難しい1年間が終わりまし過ぎていきましたが、こういった会話で希望を持てたかと思います。これからも公正な再建に向けてアクションを起こし続けてください。350と公正な再建ギャザリングから愛を送ります。ありがとうございます。Global Just Recovery Gathering.